皆さんこんにちは、ナイス食べライフ、キノDです。キノDグルメ、今日はですね、セブンの、焦がし醤油のチャーですね。こちら、これを食べてみたいと思います。それでは、こちらも、小松菜とほうれん草の、味噌汁も食べてみたいと思います。早速では温めていきましょう。電子レンジ500ワットで1分50秒ですね。めんどくさいので2分でやっちゃいます。それではいただきます。いただきます。チャーシューが2枚入ってますね。ちょっと、チャーシュー、美味しいですね。ここで例のハバネロ酢醤油、こちらもちょいかけてみましょう。ハバネロ酢醤油、ちょっとだけピリッとなって味も締まって美味しいですね。だいたいチャーハンって酢をかけると味がなんかすごい美味しくなりますもんね、締まって。チャーシューは2枚入ってますね。ごちそうさまでした。ということで、セブンのですね、チャーハンいただきました。ちょっとね、量が少なくて、たくさん食べる人だったらカップラーメンもう1個ぐらい全然いけると思いますね。またキノGグルメ、何か面白いネタがあったら食べてみようと思います。それではまた。